お疲れ様です。過去最後の売り上げね。本当良かったですね。30万が11件。うん。まあ、すごく大きな自信にもなるし、大きな励みにもなるんじゃないですかね。サポートにも力が入ると思うんですよね。で、私の方ではですね、月収100万の方がまた出ましたんで、来月11日にズーム対談するんですよ。で、昨日、夕べなんですけども、そのこともあって、ちょっとコンサルを受けてたんですよ。まあ、1時間ほどね。で、今後、どのようにコンテンツを販売していくのかとかね。今後、どのように人生を設計していくのかっていうところを、まあ、簡単にお話して、まあ、これ、ネクストもあるみたいなんでね、次また申し込みしたいというふうに言われてましたけども、やっぱこう、やってみることによって、結果が見えるんですよね。結果が出た時って、いい結果も悪い結果も両方見えるんですよね。もちろん、売り上げが上がったのはいい結果だけども、その代わり、日常生活を送るタイミングがね、ちょっと壊れてきたよとか。やっぱりいいところで調整していかないと、昨日言われてたのはね、ある方にコンサルをお願いしたら、コンサル中に子供の声が後ろから入って、全然なんかこう、二人で対話してるはずなのに、なんか向こうでは家族の方でちょっと向こう行ってよみたいなのが入ってて、全然なんか気持ちを向けてくれなかったみたいで、で、しかもこちらから要求しないと何も動いてくれなくって、もっともっと先回りしてね、次はこういうことが起きると思うんで、この準備をしておきましょうとか、来週までにこういうふうに動いておいてくださいねみたいなね、下地をどんどん投げてくれれば、それに引っ張られるように、あ、次はこういう段階を進めばいいんだっていうふうに分かるのに、なんかね、次何すればいいんですかっていうふうにしつこく言わないと全然返信が返ってこないみたいな感じで、もうひょっとしてね、お金だけ受け取ってめんどくさくなったのかなっていうふうに不信感が出て、もうお断りしたみたいだったんですよ。うん、まあだから、そういうのを考えていくと、まあ私の場合は、例えば4月4日、昨日ね、コンサルをしますよっていうふうに約束が決まった時点で、コンサルの時にはこういう話するんで、材料をまとめといてくださいねっていうふうに、事前にコンサルの通知をいくつかしてたんですよ。動画付きと、あと、シートの方でね。そしたら、むちゃくちゃわかりやすくて、こうやると何を準備すればいいのかわかるし、で、結果昨日のコンサルっていうのは1時間だったんですけども、必要なことっていうのはだいぶ事前に済んでいて、なんかね、半分くらい雑談ができたんですよね。で、その雑談によってさらに信頼関係を深くして気づきが多くて、次もコンサルお願いしたいっていうふうに繋がってきたんで、元がにすごくいい時間過ごせたなと思うんですよね。うん、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、手持ちのカードを使うことは大事なんですけども、準備した段階でもすでに実行はほとんど終わってるんだろうなと思うんですよ。なんかその場にならないとやらないっていうのではもう手遅れで、やっぱりライバルもいますしね。うん、あとは、必ずお客様がいるんですよね。お客様っていうのは、少しでも早く問題解決をしたいときに、じゃあ今度会う日を何月何日に決めときましょうって言って、その時まで何も動かないんじゃなくって、やっぱお互いにできるところまでやってきてその日を迎えたいっていうね、まあそういうところがあるのかなと思いましたね。うん、ただまあ中にはね、前倒しをできない方もいらっしゃいますので、そういう方の場合はちょっと待ってあげるっていうのをこちらの講師の方で、余裕を持ってあげるっていうんですかね、うん、そういうのは必要かと思いますけども、講師の方がちんたらやってるっていうふうに思われたらね、やっぱこれは、詐欺っぽいなっていうのに通じるものがあって、まあリピートは起きないかなと思うんですよね。まあそんなところですか。あ、ちなみにね、昨日ね、ポータルサイト作りましょうみたいな話をした時に、ポータルサイトって難しいんでなかなか手が出ないんですよっつったら、いや人類でやりましょうっつったら、あ、そうですねみたいな感じとかね、なったりとか、あと本当に何もできないんだったらアメブロとかでもいいから1日1個の記事とか動画貼り付けでもいいんですよって、そっからスタートしてきて、毎日のコンテンツが増えていったりとか、カテゴリーがもう複雑になってきたら、サイトを考えればいいんだと。結局難しいと思って何もやらないのが、まあ一番もったいないんで、うん、それこそね、メールマガジンでもいいし、ツイッターでもいいし、もう本当にね、メールでもいい、何でもいいんですよね。まずは、毎日公式発表するってことが大事なんではないかなってことで、昨日はね、いくつかお話しさせてもらいましたけどね。まあでも、そういうことは後回しにしてでも月収100万。サポートしたお客様が1000人ということなんで、本当に凄まじいと思います。すごいね、才能のある方に出会えると、私も楽かなというところもありますしね。嬉しいですよね。自分の言葉が響いて受け取ってくれるってことが。はい、ということでございました。月収100万、これは誰でも行きます。